ミャンマー軍がクーデターで全権を掌握したのは2年前の2月1日全土で巻き起こった抗議の動きを力で封じ込めこの間、3000人近い市民が犠牲になったとされます都市部で軍の支配が強まる中抵抗を続ける民主派はどこで活動しているのか昨日 JNN の取材クルーが向かったのはミャンマーとの国境に近いタイ北西部山あいの道を進むと広大な農場が現れましたクーデター以降迫害された人々への支援活動を続けてきた日本の NPO 法人の関係者たちが視察していました NPO 法人の副理事長を務めるのは長年、人道支援活動に取り組む日本経済大学の井本克之特命教授隣にいるのはアウン・サン・スー・チー政権で与党 NLD ・国民民主連盟の幹部だったチョウ・ワナ氏ですクーデター後、軍に追われ対側に避難。軍への抵抗を続けながら 避難民の支援に奔走しています NPO 法人はクーデターの前から長年の内戦で難民化した少数民族への支援として農業訓練を行ってきましたしかしクーデター以降戦闘が激化し支援してきた農園も空爆を受けて活動は頓挫支援再開の道を探っていたところ今回超と連携して このエリアでの農業支援活動をスタートさせることになったのですこの農場ではすでにテスト栽培が始まっていてこちらではゴーヤが栽培されていますすでに実がいくつもなっていますタイ・ミャンマーの国境地帯には現在軍の弾圧を逃れてきた避難民が数十万人存在すると言われ支援は困難に直面しています これまでは彼らに救援物資を届けることで支援してきましたしかしそれだけでは足りず継続が難しくなってきています今回始まる支援事業では食料不足を解消できるだけでなく避難民自身が農場で働くことで職業訓練となり